皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカーをお届けするよ。今回は注目の世界とても難しいからマリオ学園体育の授業、マウンテンアンダーさんという方のコース遊んでいきたいと思います。ベストクリアタイム1分3秒、クリア率 1.04%、 ギリギリなんとか 1% は保っているものの、とても難しいのコースです。最近は難しいとかやってることが多いんで、とても難しいは本当に久しぶりかな。この辺？この辺？オッケー。あれ？あ、上にもガリガリがあった。ちくしょうめー、見えないよ。見えないのはずるいよね。この辺でスタート。よいしょ。あの土管に入ればいいのかな、それとも入らない方がいいのかな。どっちが正解だと皆さん思いますか？なんでヒップドロップするんだろうね。なんでだと思いますか皆さん。1番クルクルクールが下手くそだから、2番クルクルクールが天才だから、3番クルクルクールが可愛いから。さあみんなで考えよう。あ、またやっちゃった。正解、クルクルクールがバカだからでした。当たった方いたかな。まあみんな当たったかな。ちくしょうめー、あそこの矢印の上に降りられれば土管に入れると思うんだけど。よいしょ。オッケー、この辺です。入れたー、よかった。お邪魔します。デッテューがいた。ガリガリアクションか。はい、これ中に入っちゃっていいのかな。あ、よし、いなくなっちゃった。あ、入れるところはあった。お邪魔しましょう。ワンマンか。ワンマン大丈夫？はい、ワンマン死んじゃいやん。このまま青どころに乗って一気にゴールなんていうことはさすがにとても難しいだからないと思うんだけど、できればそうであってほしい。ゴール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 、浮き輪発見。下にはガリガリ。これヨッシー連れてこられてたら大きかったな。この先変なアクションはあるのかな。矢印に従っていくよ、素直に。届かないやないかーい。それずるいよ。この辺でちょっと早くジャンプしすぎたかな。まあ大丈夫でしょう。あ、やばいやばいやばい、落ちる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 落ち落ちた早くジャンプしすぎちゃった。ちくしょうめー、そろそろちくわが見えてくるはず。オッケー、上に行くよ。やっぱりね、こういうのは上から行かないとね。なんとかとマリオは高いところが好きって言うじゃないですか。ちょっと先っぽ、危ない。ファイヤークッパクラウン、はい、なんだろう。とりあえずここを進んでいくしかなさそうかな。めんどくさいなこれは。よいしょ、ゴール発見。ここ降りられれば勝ち。ちょっと待って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 、あ、行くよ行くよ、落ち着いて。抜けた、ゴール。いやー、このコースはちくわとガリガリにかなり苦戦させられましたね。まあなんとか無事にクリアできてよかったわ。マリオ学園体育の授業、マウンテンアンダーさん、どの辺が体育の授業だったんだ。ぴょんぴょんしてただけだぞ。次のコース遊んでいこう。このコースも遊ばれていますから、ワクワク爽快でハッピーなスピードラン、スピランりょうたくんさん。この方のコースはランキングでよく乗っているんで遊んだことあるのかもしれない。なんかあるような気がするからやめようかな、このコースな。うん、と言いつつやってしまうのがやっぱりいい制作者さんのコースで、なんか同じようなコースをやっぱり遊んだことある気がするんだけど、まあスピランって基本的に似た作りになってるのが多いんで全然覚えてないというのも正直なところであり、 P スイッチのドアに入ったら、もうこのままゴールじゃないの、違うの。今詰まっちゃったな。スターが持つかな。7光をきちりやしてゴール。遊んだことあるようなないような違いがはっきりわからないな、スピランりょうたくんさんのコース。でも無事にクリアすることはできました。
ワクワク爽快でハッピーなスピードラン、ありがとうございます。次のコースを遊んでいこう。なんだこれ、切ったら崩れるお城。こちらのコース見てみたいですね。切ったら崩れるお城、どういうこと？壁キック？お？おー崩れた。待って待って待って、あの氷ブロックも崩れたりしない？大丈夫かな？今触ってないけど崩れたよ。メットが落ちてくるんだね。こうやってくるりんくるりんとか入れて壁が崩れるのを待たないといけないんだ。はい、こうだね。今ので合ってるよね。面白いギミックですね、このコース。よし、いなくなっちゃった。あ、よし、戻ってきた。ありがとう。ずっともだよ。よし、気持ち悪い。ここは、え、待って、ヨッシーに裏切られた。ここどうやって登っていけばよかったんだ。なんかゴリ押しで登っちゃったけど、これで良かったのかな。うん、そういうことにしておこう。ここヨッシーがいたら上のところにも入れていけたけど、まあ正規ルートじゃないでしょう。こっち進んでいこうかな。ここから先は、はい、あーなんか追っかけてきた。なるほど、急げ、急いでいかないと道を開けてもらえないと。面白いわ、面白いけど鬼畜だわ。危ねえ、ギリギリ。オッケー、ほい。あーもったいない。でもこれでやり方を把握したんで次はいけるはず。ゲイ、ちょっとでも早く早く、1秒でも早く。でも壁キックもしたいから、あんまり早く行きすぎてもダメというこのカルマね、そこが面白いですよね、こういうコースは。こうでしょ、ゲイ。今のいいタイミングだったと思いますよ、割りながら。こう来て、でっていうか、でっていうこんにちははしたら、お次は、上、上、ほい。上、上、上、下を取って、カメックじゃないけど、カメゾウをたくさん倒していくスタイル。おー、気持ちいいね、一気に壊れた。ちゃんと爽快感を抑えてるじゃないですか、この方。そしてゴール。いやー、なかなか面白いギミックでしたね。俺は楽しめたわ。この人のコース、また今度他のコースも遊んでみたいですね。楽しかった楽しかった。蹴ったら崩れるお城、元青年さん、ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくる。はい、今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしましょう。超爽快スピードランタイム、難易度修正版、歩夢さん。クリア率約 3% の47秒、50秒制限のスピランかな。気持ちよくクリアできるように頑張っていこう。まずはパウ投げから始まって、おなじみの P スイッチを組んでコインに変えていくんだけども、特に難しいところはないかな。お邪魔し、あ、嘘、畜生め。何これ、矢印あるけどガリガリの上をジャンプで越えていけっていうことなのかな。パウ投げてくるりんちょしたら P スイッチを踏んでやられていく。2回目なのにこんなところでやられていく、やられていくスタイル。はい、悲しいわ。あ、詰まった詰まった。何やってんだ、本当に下手くそか。よいしょ、あ、入れた入れた。とりあえず先の様子を、今度は左かよ。そういうのはわからないよ、ちゃんとね。セーガーさんのコースはほとんどは右に走るんだよ。ああいう優しさ大事、ほんと大事。ここは走っていけば OK じゃなかったスタイル。畜生め。お邪魔します。左。左。あれー、跳ね返ってきたんだけど。
この辺はまあ慣れてしまえばそんなに難しくはないな。ベッドをかぶるのが一マスしかないので、そこのタイミングは結構難しいかもしれない。で、走っていって次はなんだっけ、この微妙な隙間抜け、微妙な隙間抜け駆け抜けていったら次はハロに注意、オッケー、はい、お邪魔しますからのこっちだね。はい、くるりんくるりんくるくるりん、ベッドを連続で踏んで、これは面白い。キノコを取って次はバウ崩しかな。はい、オッケー。でしたら、うん、で取れないの、畜生めーって、そんなの取れないことなんてあるのかよ。これでゴールできるんじゃないかな。結構今進めましたからね、うん、多分進めるはず。とか油断してるとやられる。左左左、OK、次狭い隙間抜けていくのが意外と大変。はい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 、うまくいけばクルリンジャンプで引っかからないでいけるのかもしれないけど、このパウ投げも要注意。次上からドスンが降ってくるけども大したことはない。はい、このメット踏み気持ちいいですよ、おすすめでございます。ほい、バウを叩いたら今度こそ下を取る。なんでさっきは下は取れなかったんだ。ほい、下ランなのに、これ間に合うかな間に合うかな、間に合ってた、よかった、ギリギリっぽい。そしたらバインバイン弾かれて降りていける。鍵すぎるの扉にお邪魔してゴールだね、やったぜ。ほい、なんで今ヒップドロップ入れたんだ、これタイムの無駄でしょう。まあ、一気に。さあ、今回も4コースクリアすることができたのかな。超爽快スピードランタイム難易度修正版、あゆむさんのコースクリアしました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。あ、エンディングがね、前回から新しくなってるんで、皆さん最後までよかったら見てくださいね。それでは次回はあなたのコースに、うーわー、くるくるくる、バイバーイ。